表理事の高橋義明さんです。こんにちは、高橋義明です。1965年2月24日生まれ、水戸市の58歳です。愛媛県新居浜市出身。その後、滋賀、静岡、東京、千葉、神奈川、北海道と移り住み、今は神奈川県藤沢市に住んでいます。仕事や旅行で宿泊したことのある都道府県は45。大分県と秋田県にはまだ泊まったことがありません。全国制覇を目指しています。講演会や勉強会のご要望があれば飛んでいきますので、お声掛けください。以前は仕事の関係で海外に行くこともありましたが、コロナになってからはすっかり海外が遠くなりました。また旅行を楽しめる日が来ることを願っています。あちこち行ってはいますが、仕事だと駅、空港、ホテル、会場だけということも多かったので、これからは心と時間にゆとりを持って人生を楽しみたいと思っています。私は指電話というコミュニケーションアプリを開発・販売しているオフィスユイアジアの代表をしています。病気や障害のある方たちにも楽しく使っていただける仕組みが指電話にはありますが、コミュニケーションって病気や障害があるからって特別なことではなく、誰もがみんな同じように必要で大切なものだと思います。だから商品の売り込みをするよりも、コミュニケーションやアクセシビリティの大切さを一緒に考えることが大事だと考え、仲間とともにユイライフコミュニケーション研究所を設立しました。キーワードになっているのはアクセシビリティ。私はアクセシビリティとは、複数の選択肢の中から自分の意思で選ぶことができる自由、そして選ばなくても良いという選択肢もある自由のことだと考えています。よくはい、いいえが選べれば良いっていう人がいますが、はい、いいえで答えるのは一番難しいことだと私は思っています。お茶を飲みますかって聞かれた時だって、いつ飲むか、誰と飲むか、どこで飲むか、何のお茶を飲むのか、一緒に何か食べるんだろうか、お茶の後には何があるのかによって返事は変わってきます。そもそもお茶を飲みますかと聞かれて、今お茶を飲もうと誘ってくれているって思うのはこっちの勝手な思い込みであって、実は普段飲むのはコーヒーではなくてお茶ですかということを聞いているだけかもしれません。そうであればはいと答えてもお茶が飲めるわけではないのです。でもそんな会話が進んでいくと、結果的にいいですね、やっぱり大福には日本茶ですよね、一緒にいかがですかということになっていくかもしれません。それがコミュニケーションなんです。質問が明確であればはい、いいえでも答えられるかもしれませんが、大抵の人の質問はそういうふうにはなっていませんし、そもそも人生は曖昧なものです。私はデジタルに関わる仕事をしていますが、思考回路はとてもアナログなんです。アクセシビリティというと支援機器を思い浮かべるかもしれませんが、実はアクセシビリティとは考え方のことを言っていると私は思います。ああダメだって思うことがあっても諦めない、決めつけないために、自由であるための考え方、それがアクセシビリティだと思います。研究所の仲間たちと一緒にあれこれ議論をしながら、コミュニケーションを楽しむこと、アクセシビリティについて考えを深めていくこと、これが今の楽しみです。私の祖父の口癖はいろんなことがある、いろんな人がおるでした。何があっても驚いたり文句を言ったりせず、いろんなことがある、いろんな人がおると言って、そういうものじゃとまず受け止めて、そこから次のことを考えるためのおまじないの言葉だと思います。そしてその言葉が私のアクセシビリティに対する思いの根本にあります。いろいろあるはまさにアクセシビリティだと思います。皆さんと研究所で一緒に活動できることを楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。